はい、レオンです。今回もね、ネオジオアーケードスティックの方でゲームをプレイしてみたいと思います。はい、ではまずはこれ、まず梅干し食べながらゲームやるんで、あと1本だけなんで、残すはもう39本やってるんで、もう今回の20、新たに追加した20タイトルのうちの19本やってるんで、あとはね、これメタルスラップ5のみなんで、これ1本だけやるんで、やってみたいと思います。メタルスラップ5。もちろんこれも初めてプレイするんで、面白そうですね。SNK プレイモアってなってますね。デモ画面ちょっと見たいな。何？似てるやってないんだけど、何それ、あ、何それいろんな乗り物が登場するからね、なんかロボットになってる。いいっすね。プレイしようか。ゲームスタート。オッケー。なんだこれ。マルコ。お。このじいさんの声で失礼になって。強化のアイテム、これ見えるか。あ、エリゴ。これ、これか。あ、面白いな。ヘリコプターが難しいんだよね、言うと。あ、もったいない。どっちよかな。拾えんでしょ。ちょっと後ろに下がってたからね。あらなんか新しい動作が追加されてるね。難しいね。エリティン、あ、落ちた、飛びますんだ。なかなか面白いな。よしよし、あ、助ける。なんだこれ、難しいな。なんかギミックまであんのか。あ、難しいぞこれ。早く行かないとダメなんだ。めっちゃ難しいぞこれ。
この2人。なるんだ。あ、来た来た。ああ、これか。こいつは強いよ。このじいさん、ちょっと助けてんだけど。やった。ちょっと今。向こう行けないのか。あ、向こうも行けるんだ。どっちでもいいんだ。どいつか。何かしら。すごいな。残すんじゃねえのか。強すぎっしょ。あらら、終わりじゃないか。どうぞ。あ、武器強化じゃないんだ。ようやく武器、あ、ボス戦だこれ。あ、ダメだ、終わりだこれ。もう一回やるよ。全然抜けてない。
あと一息だったのにな。他はできるのかな。セーブして、コンティニューすれば、ロールすれば。3回ぐらいやるからね、俺。データセーブ。よしよし。ゲームスタート。データロード、OK。今のとこからできるのかな。最初からなのかな、ステージ。やっぱ、あ？ミッションは？どこするの？あれ？もっとちょっとおかしいな。ゲームスタート、OK。データロード、Yes。おかしいな。最初からなってるぞ、これ。やり続ければ、やり終えたら上手くなるよって。どんなゲームでもなるかな。どんなゲームでも言えることだけど、このゲームに特に、なれるのは、やり終えたら本当に。そう思ってる。あ、死んじゃうのか。これなんかねえか。おお、すごい。なんか UFO みたいな。このステージ、これにしても UFO みたいな。ああ、死んだな。戦闘なかったが、普通の武器やったら厳しいから、これ。そう、あれ、さっきのステージって、こうやっていけばいいんだな。このこうっていうか、ここに行かないと。こっちに行った方がいいんでしょ。行った方がいいな、これ。やれるんだな。
コーヒー。うん、さっき左行ったよね。ああ、取りたかったけど、さっき左行ったよね。あ、死んだな、ショックじゃん。やめちゃうわけに死んじゃったな。ミッション何個でまだこんな投げるの？さっきのなんかの徐々に気になる冒険の石仮面みたいな、あ、止めるんじゃない、あ、そうか、あ、死んだのか。他のところ見てるとあれだね、死んじゃうね、無理だ、難しいわこれ。おい、メタルスラッジャンプできるんだけどね、大したもんだから。おお、やばかった。あれ、攻撃できなかったの。めっちゃ面白いっすよこれ。あ、あ、よそ見してたわ。面白いな、なんだこれ。ちょっとヘビーマッチング、あ、これ、そういうやつじゃないか、これ。あ、これやろうか。助けるぜ。めっちゃ面白いっしょ。あー、死んだ。スライディングができるんだよ。あ、ダメだ。これでラストだな。
エレクトンか。ああ、しゃがんだけど安かったな。あと。美しいな。すごいなこのゲームね。しかし、あ、武器がもう映ってない。すごいね。あー、死んだ。あと1回やれば多分大丈夫だった。もう少し、あ、終わりじゃないか。終わり、これで。これで終わるんだ。これで終わるんだ。で、ステージ2までっていうからね。ステージ3か、これ。面白かったですね。で、セーブするよ。はい。ゲーム保存。はい。あの、これでね、もともと遊べる20タイトルプラスで、先日、SNK ホームページから、ロックされてる20タイトルをアンロックして、その、新たな20タル追加の20タイトルも全部遊んだんで、直撮りでスマホで直撮りで撮ったんで、全40タイトルで、今度はねまたやるんだけどね、キングオブファイターズシリーズとかサムライスプリッツとかシリーズとかいろいろ、これ今回のこのメタルスラックシリーズとかいろいろやるんでね、ガロー伝説スペシャルとかいろいろね、直撮りでも撮ったりで、一応とりあえずの IoDeath の GVHDX、 この液晶につなぐために Amazon でこの 1.5m のホーリックのゴールドのやつ接続してやってるんだけど、あの IoDeath の GVHDX にね、このネオジオアーケードスティックプロを接続するために、同じやつの短いやつね、70センチのやつももう届いてるんだけど、まだ開封&実況開封&商品紹介までやってないんで、それやった後に接続してキャプチャーするんでね、今度は直撮りじゃなくて、全いろんなゲームまた上げるんでね、これセーブしてるんだけど一旦初期化すると思うんで、初期化してまた一からキャプチャーでプレイするんで、プレイした動画をキャプチャーするんで、実況をつけたりつけなかったりやったもんで、はい、以上ですね。全部終わったんでね、これはもともと遊べるやつですね、20タイトルで、こっからが新たにアンロックしたやつですね、全40タイトルも終わったんで、はい、以上にしたいと思います。
今回はねネオジオアーケードスティックプロの方で遊んでみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。